回は最近運動してない私たちがオリンピックに触発されて運動しようという企画です。はい、で何ができるか、縄跳びならできんじゃねっていう話で実際にやってみようということになりました。これも私は買ってきました。100円ショップでしょそれ。そう、ダメだよ反対色とか。縄跳びまでコーディネートで、いやいや一緒すぎるでしょ縄跳び。ちゃんとスポーツメーカーの本格的。イッチは得意なんだよね縄跳びは。小学生の話なんだよね。何年ぶりぐらいの。私もだよ。ちゃんと運動しないと。そうだ、あ、気をつけの場所。怖い怖い。準備運動しますね。え、どうやってするんだっけ。それではまず二重跳びからスタートしようと思います。ハードル高くない？最初二重跳びって。それでは抜き打ち二重跳び、よーいスタート。止めないと思った。止めないと思った。今。待って。足上がってない。さっき止めてたよね。もう疲れが出てきたのかもしれない。早い早い。あ、体が重い。ちょっと。じゃあ昔できてた早うさにチャレンジしてみたいと思います。でも止まなくなってる。あすごい。後ろ20。後ろ20。久しぶりに縄跳びしたいって言ってた。となる普通の跳び方だったら何回でも跳べる気がする。あ、こういうね、うん、跳び方、うん、あ、確かに私たちダンスとかやってるし、うん、じゃあチキチキ縄跳び耐久レーン。昭和なんだよ。負けたら缶ジュースおごります。缶ジュース缶だよ、缶。そこも見て、ガチガチじゃないこれ。すごい。それではよーいスタート。全然いける、全然いける、いける。縄が当たんないように気をつける。そうだね。後ろだ。あ、やばい。え、でもなんか足痛くなってきた。わかる。運動不足を解消するために縄跳びやってみました。どうだった？楽しかった。これもっとやりたい私。怪我しない程度に皆さんもぜひたまには縄跳びとかね、運動もやってみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。はい、おごりね、おごりね。あ、そうだ、缶ジュース。いいよ、しょうがないな。どれがいい？じゃあこれ。よし、めっちゃおいしいやつ。サラも同じのか。よし、乾杯。乾杯。やっぱ運動の後は、あ、飲むですな。うん、あー、おいしい。しみる。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな。まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画も見てね。